こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなって思ったんですが、夢についてね、結構ね、語ってる社長さんってね、すごくね、多くて、まあ自分のね、メンターに関して言えば、まあ大きなね、夢を持ちましょうっていうことをね、よく言われまして、みんなね、夢なんですかって聞くとね、まあ、ちょっとみたいな感じとかね、夢をね、語ってもすごい小さな夢っていうものをね、語る人が多くて、まあね、もっともっとね、大きなね、夢を持ちましょうってよくね、言われまして、自分もね、そういうふうにね、言われるんで、ちょっとね、まあ、大きなね、夢をね、こう、掲げては見るものの、なんかね、まあ、それにね、対する情熱っていうものがね、あんまりね、感じられなくて、ちょっとね、夢をね、ちょっとね、縮小したりとか、そんなこともね、したりしたんですけど、まあ、昨日ね、遅めのね、お盆休み、昨日からね、ちょっといただきましたので、ちょっとね、いろんな方のね、ブログを読んだり、まあ、成功者のね、ブログを読んだり、インスタグラムを見たりとか、そんなことをね、していると、夢にね、ついて語る、っていうようなね、そんなね、ことがね、結構ね、こう、目について、あ、今自分がね、夢についてちょっと悩んでるのかな、なんて、だからね、ちょっと目に、そういったものがね、すごくね、目に入るのかな、なんて思って、あるね、成功者っていう方はね、最近の若い人、なんかね、ある社長さん、人材育成のね、会社を経営している、社長さんと対談するような、そんなことがありまして、そういう時にね、共通で感じたことっていうのは、そのね、人材育成っていうことで、若い方をね、結構見る、とね、接する機会が多いけど、最近のね、若い人っていうのは、例えばなんですけど、昔のね、若者っていうのはね、高級車に乗りたいとかね、女性だったらね、ブランドのバッグが欲しいっていうようなね、そんなね、こう夢っていうかね、なんかガツガツしたような、そんなね、夢をね、持っていて、それに向かってすごくね、頑張っていたけど、最近のね、若い子っていうのは、夢っていうとね、こう聞いてもね、わかんないとかやっぱ言う方がね、すごく多くて、それでね、それの原因っていうのは何かっていうと、やっぱり、自宅でね、ネットフリックスを見たりとか、自宅でね、外に出なくてもできてしまう娯楽っていうものがね、たくさんあるからだ、みたいな、そんなことをね、言っていたんですが、あ、確かにそうだよな、なんて、そんな風にもね、思ったんですけど、やっぱりね、そういった、物欲、それもね、斉藤ひとりさんもよく言うように正当な欲っていう、そのね、欲がね、やっぱり夢にね、つながって、そうするとね、生きる原動力だったり、行動する原動力だったり、稼ぐ原動力みたいなものに、ね、なるみたいな、そんなね、話をね、メルマガでね、書いておりました。やっぱりね、いや、正当な欲って、やっぱり必要だよな、なんて思うと、最近のね、若い子はそういうのね、何々欲しいとかね、ちょっと、高級車欲しいとか、そういう風に言うとね、なんかね、なんかお金にガツガツしてて、なんか嫌われるのかよくわからないんですけど、なんかね、経営しているっていうようなね、そんな、ね、話をしておりました。それでね、またね、ある成功者の方はね、なんかね、全く違った視点っていうか、そういったものがありまして、あ、これもね、そうだよなぁなんて思って、まさにね、これ自分のことを、自分かなぁみたいな、そんなこともね、思ったんですけど、最近のね、若い人、夢をね、持つことができないっていう、それはね、仕方がないって言っておりましたね。それって何かと、夢っていうのは、本来ね、人脈だったり、お金だったり、スキルがね、ないと、こう、出てこないっていうんですよね。こういうね、夢があるから、こう、行動できるっていうふうにもね、言うけど、このね、夢がないから行動できないとか、そうじゃなくて、そのね、夢っていうのは、お金とスキルと人脈がないと持てないってその方は言ってるんですよね。自分がね、夢をね、大きな夢をね、掲げても、なんかね、こう情熱が持てなかった。なんかね、こう自分には無理なんじゃないかな、なんてね、そんなようなね、やっぱ気持ち、そういった気持ちですと、やっぱりね、全然、それにね、対して情熱っていうか、を持てないと、やっぱり行動もね、なんかね、こう、思い切った行動ができなかったりね、してるなぁなんて、そんなことをすごくね、感じていて、その社長さんが言うように、まだまだ自分はね、もっともっと人脈とかスキルとか、それでね、お金を、こう、だんだん徐々にね、こう、得るようになってくれば、結局はね、
もっともっと大きな夢にね、発展していくっていうようなね、そんな風にね、すごくね、感じました。なのでね、まあ夢がね、ないって方はね、もしかしたらね、行動してないから、まあそれで行動すればね、必ずスキルとかね、人脈とか、それでね、お金もね、もしかしたらついてくるんじゃないかななんて思うので、やっぱりね、まずはね、行動してみる。そしてね、行動していく中で夢をね、見つけていくっていうのはすごくね、大事なことなんだななんて、そんなことも思いました。ただね、まあ大きな夢を持つっていう、まあ志ですよね。そういったものはね、常にね、まあどっかにね、持っていたいっていう気持ちもね、すごくね、ありますので、まあそのね、大きな志っていうのはね、ちょっとね、まだね、自分も、はっきりしない。なのでね、まあ、夢はね、口に出して言いましょうとかね、そんなことを言ってても自分なかなかね、自分でね、こう、それにね、向かって言っているっていうね、確信がないために、まだね、ちょっとね、みんなの前で言えないっていうね、自分がいてね、そういう夢を語りましょうなんていう話をしてるときにね、自分はどうなんだよみたいな、そんなね、ことをね、ちょっとね、思ったりしてしまいますので、やっぱりね、まずはね、行動をしてみて、それで、まあ自分のね、夢っていうものをそこからね、見出していくっていうのはすごくね、大事だなぁなんて、そんなことも思ったんで、ちょっとね、今日ね、夢の話をしました。自分もね、最近ちょっと夢について、まあ自分の目標とかそういった面もそうなんですけど、なんかね、ちょっとね、自分を失っている、ちょっとね、自分にとって今ね、そこのところがね、すごくね、ネックなんだじゃないかななんて、そんなことを思ったのでね、ちょっと今日夢のね、話をねしてみました。はい、ではね、今日ね、ちょっとね、お盆休み中でウォーキング中にね、動画を撮ってるんですが、なんか今日はね、久しぶりにこう気温がね、落ち着くような、そんなね、予報も出てまして、まあ朝のうちに雨になるようなことを言ってましたんで、そのうち本当にね、ちょっとウォーキングして動画撮ってしまおうなんて、そんな風に思ったので、ちょっとね、今日話をしてみました。はい、ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。